This week's Amazing Amusements。 だいぶ前の回のですね、133回だったかな、床屋 RPG っていうのをやってますという話をしたことがありました。この床屋 RPG っていうのは引っ越してきて新しい町に住むようになって、行ったことのない床屋に毎回行って、ほいでちょっとずつこうね、いろいろな店を楽しんでいくっていう。で、前回が1回目だったんですよ。で、まあ、133回なんで今から12回前ですから約3ヶ月前。で、ただ僕がちょっとね、ちょこちょこ収録飛ばしてるんで、忙しくてできなかった週があるんで、多分3、4ヶ月ぐらい前の段階、確か10月だったと思うんですよね。4、5ヶ月前な気が若干するけど、その頃に、どこへ行って髪切って、で、それが一番最初は1000円カットで、まずスタートって言って。で、そっからまあ髪もだいぶ伸び盛りですね。レンジ師みたいに伸び盛ってですね。いかげ切りに行かないとまずいなと思って、まあ予約を取って行ってきたんです。で、今度はちょっとレベルを上げてというか、まあレベル上げてって言ったら1000円カットに失礼なんですけどね。価格帯的にはちょっと上げて、いわゆる理容室、ね。美容室じゃなくて、理容室の方、行ってきました。良かったです。前回の1000円カットもすごく満足だったんですよ。今回の4000円のところも結構満足でした。結構どころかすごく満足でした。親子2代目ぐらいなんですかね。奥からすごいおばあちゃん出てきて、顔そっくりだったんで、で、おばさんがやってるんですけど、そのおばちゃんとその奥から出てきたおばあちゃん顔そっくりだったところを見ると、おそらく2代目で、で、そのおばあちゃんも、なんか、サポートなんですよ。だから多分代を変わって、メインは今のおばちゃんなんですけど、まあ、先代がいるみたいな。で、先代はサポート役してるみたいな、そんな感じのところ行ってきました。で、なんかちょこちょこいろいろ雑談してたら、結構このエリアはそういうお店は多いらしくて、なんか昔からやってる床屋さんがすごく多いよっていうのを、まあお話伺ったりとか、まあいろいろしてて。前回の1000カットのところ、まあ静かにね、まあコロナ禍だったっていうのもありますけど、まあ現状緊急事態宣言の中でもおばちゃんは結構ヨーヨーと喋ってくれまして、非常にいい。でね、かつて行った、その、床屋の中で、一番なんかね、マッサージ系が充実してました。なんかね、断るごとになんかね、あっちこっちちょっと揉んでくれるっていう、頭とか、顔のちょっとしたところとか、で、何よりね、細かいところがね、丁寧。で、いながら、髪の仕上がりは結構ワイルドっていう、今までの中ではね、割と僕、まあ、サラリーマンもサラリーマンみたいな感じのね、見た目してるんで、割とこう、シュッときちっとしたまとまった髪型にされることが多かったんですけど、割とね、結構ワイルドにね、仕上げていただきました。とてもいい。別に乱暴とかってんじゃないんですよ。なんかね、そういう雰囲気にね、まとめてくれました。基本的に僕お任せの人なんで、まあ、あんまり長くないぐらいに、そこそこにカットしてくれればみたいな感じにしたら、まあそうなったっていうね。ただ特に最後何も仕上げでつけてもらってないんで、まとめたらきっとまとまるんでしょうけど、そんな風になりましたけどね。いいですね、床屋 RPG ね。お店の比較っていうのはね、まあ、比較される側のお店はね、気が気じゃないと思いますけど、する側のこちらとしては楽しい。で、どこもいい。どこも押せるねっていう感じでございます。また、3ヶ月後ぐらいに、次の床屋 RPG やっていきます。ちなみにね、近隣店舗で2、30店舗ありましたね。はい。5年ぐらいかかるかな。ヤマドリンのラジオカンファレンス第145回、始まるぞ。またラジオやるの？ラジオ生活そろそろ明日じゃない？この企画何本目だ？カー？カンファレンス。見ろ！これがこじらせたクリエイターの生態だ！ヤマトリンのラジオカンファレンス、略してラジカン。改めましてメインパーソナリティのヤマトリンでございます。ま、相変わらずね、有給消化するマンなんでね、僕はね、今不思議なんですよ。有給消化するマンでいっぱい仕事できるからみんな仕事ちょうだいねって言ったら、本当にどかすか仕事が来て、悲鳴あげるっていう。で、結果的に忙しくなりすぎちゃって、逆に、そう、いつもより忙しいの。それで、結果として起きたことが、納期いつですかって聞かれて、すいません、ちょっと、いけるって大ボラ吹きましたと。あれから逆に仕事が増えちゃって、この辺りにって言われて、あ、はい、みたいな、こう、流れができるっていう。
まあまあね、人間欲しいものは欲しいって言うべきですね。仕事はあのやればやるほど入ってくるということで、まあおかげさまであの頑張って仕事してます。さて、そんな困難でですね、今週いろいろやってきたことで、書類仕事をやっつける合間にですね、また例によってアニメを消化してたんですけれども、5等分の花嫁を全部見ました。全部っていうのは1期ですね。2期はまだ全然見てないです。2期をこれで見てしまうと、なんかちょっとコミックスは完結してるらしいので、途中なわけでしょ2期で、どうせ途中なんでしょ。その途中段階で見てさ、えってなったらさ、コミックス買うしかないじゃん、買っちゃうじゃん。そういうことになりかねないから、あのとりあえず1期ね、何ですか、林間学校かでスキーして帰ってきて未来のシーンで結婚してわーみたいな、誰だったんだろうで2期絶対あるなーのところで終わってて、俺は今満足してるから、とりあえずねゴジラメカゴジラをちょっと見ましたね。あと銀河鉄道物語の OVA、 あのテレビシリーズの2期を見ましたね。はい、そんな困難をしてですね今に至ります。でね、あれからね結局いろいろ見て、先月の末からゆるキャンの2期も結局全部見ちゃったって。ゆるキャンは見れる、あれは逆に見れる、あのヌルヌル見てられるから平気。ドクターストーン全部見たでしょ。それから働く細胞系も全部言ったな。あとね、なんかね結構最近ほんといろいろ見たんだよ。また銀河鉄道物語と何見ようとしてたんだっけな。あとね踊る大捜査線を全部見ました。映画はテレビは見てないですけど、テレビも見るってなったらえれいことになるんで見てないですけど、まあ相変わらずいろいろ見てます。あの邦画も面白いですね。あと相棒シリーズの映画とかね。はい、そんなこんなでございますけれども、今週もやっていきたいと思います。今週はプラモ話、ヤマトリンのラジオカンファレンス、出して聞けない番組、BGM にどうぞ。ステイチューン。今週の歌プラ。今日の話を今週の歌プラに入れていいかわかりませんが、例によってまたプラモ話ですね。最近流行りの。とうとうですね、プラモが天井に到達しました。ここが。今チラッと横見ましたけどね、完全に天井に届いてますね。で、なぜ天井に届いて、押し入れに入ってた積みプラを確認しようってことになって、押し入れの積みプラを確認しました。あのでっかい箱とか出てきちゃって、あ、積めないってなって、ついにあの溢れて今あれです、あの椅子に置いてあります。ということですね、あの作り切ったプラモの箱も置いちゃってるんで、作り切ったプラモの箱はどうにか処分しないといけないかなみたいな感じが出始めております。はい、そんな、今週の歌プラのコーナーでございますけれども、意外とね制作は進んでます。だからね、積んである箱もね大体作ってある。大体嘘、半分ぐらい作ったね。この間あのザクをね作りました。ファーストグレードのザク、これツイッターでね、あの写真もちょこちょこ投稿したんですけど、とてもいい。ファーストグレードのザクって初めて作ったんですけど、ほとんど稼働しない、稼働はするかなんだけど、まあポーズが取れるほどの稼働はしないし、最近のハイグレードとかのもうグリッグリ動くやつをすでにもう楽しんでる人にとってはかなり物足りない感じなんですけど、これがね非常にねプロポーションとかディティールが細かくて、置物として置いとく分には非常にクオリティが高い。で、ただ色分けがないので塗る必要はあるっていうのはあったんですけど、今回ちょっとね、破壊されたシャーザクっていうのをちょっとジオラマで作りたいなと思っていて、でも最近出たあのグリグリ動くシャーザク、廃材にするためにザク買ってくるかみたいなことになるわけですよ。で、なんかいいのないかなって思って、この間例によってプラモ屋のおばちゃんのとこ行ったらファーストグレードのザク売ってて、あ、これだわと思って買ってきたわけです。で、まあ足も腕もね、いろんなところ揉いだりとか、頭も打ち抜いたりとかしたんですけど、あのやっぱね、改造してボロボロにするっていう点で言うとファーストグレードのザクはとてもいいと思います。あの多分ファーストグレードのガンダムも同じですね。あの何よりプロポーションがいいので、あのちょっといじる、そのちょっといじるっていうのは、例えば腕だけこの向きに曲げたいっていう時にはあっちこっち切ったり削んなきゃいけないんですよ。それができさえすればかなりいいあのキットですね。あの知りませんでした。もうずいぶん前からあるキットですけど、もう20年ぐらい前には出てたかなと思いますがね、ある意味プロポーションとしてはこの段階で完成されてるんじゃないかっていうぐらいのシャーザクでした。で、加えてですね、エントリーグレードのガンダム、これ最近出たやつ、あのライトパッケージ版って言ったあのなんだ袋入ってるやつ、
以後500円の。多分ね、ガンプラ気にしてる人は、へえ、とうとうガンプラがこんなイージーな出方するんだって思いました。あれはすごいね。あの、簡単に作れる。1時間で。で、しかもフル稼働。グリグリ動く。アクションポーズガチガチ決まるみたいな。ね、なんだろうな、スーパーミニプラ作ってる感じかな。スーパーミニプラのガンプラより。スーパーミニプラのガンプラよりってなんだよ。なんかそんな感じ。500円でここまで遊べるんだからすごい。ただライトパッケージ版だと盾ないし、サーベルもないし、ライフルもないので、武器がないただのガンダムなんですよ。で、ただ、ハイグレード、サイズが144分の1だけどさ、ハイグレードのガンプラそこそこ作ってる人って武器余ってない？余った武器つけりゃいいからさ、すごくいい。そういう意味では。だってガンダムとかも結局バズーカついてるわ、ライフルついてるわ、サーベルもついてるわでしょ？だからいらないんだよ、そんなにいっぱい。だからエントリーグレードにくっつけとけばいいっていうふうに思います。ビームライフル、サーベルぐらいだったらね。まあ盾がちょっと足んねえかな、そうなるとな。まあでも別に盾なくても問題はないよね。全然かっこいいしね。とまあ、素体にするにはとてもいい。改造素体にするにはとてもいいキットでしたね。皆さんもエントリーグレードでガンプラ始めてみるのはいかがでしょうか。はい。まあ、そんなでございます。さて、今週の歌村のメインディッシュは実はここじゃなくて、スーパーミニプラのゲッターロボを作ったっていう話がしたくて、最近ね、まあ、今回歌プラにはしません。ガンダム以外のやつもやろうかなって思ってたんですけど、やったらしんどいってことが分かったので、多分。だから、あんまりやんないようにしようかなって思ってるんですけど、スーパーミニプラのチェンジゲッターロボが随分前、もう2年ぐらい前かな。2年経つ。2年前ですね。2年以上前に買って作って袋に放り込んでそのまんまにしてたんですよ。で、もともとせっかくのゲッターロボだし全部塗装しようかなとか思ってたら、あまりにも出来がいい上に遊べるんで、結構グリグリしばらく買ったら遊んでたんです。で、引っ越す前に全部梱包して、そのまんまずーっとほったらかしにしてたんですけど、今回改めてちょっと開けまして、その、積みプラ消化のために。開けて、あ、これ、ゲッターチェンジアタックっぽいジオラマにしよう。で、なんだったら塗装せずにバーって今みたいに、最近みたいに作っちゃえばいいじゃんと思って、やったんですよ。で、今、もう、最後、トップコートも吹いて、今ほったらかしてるんで、あと乾いたら完成なんですけど、でもなんだったら、あちこちシールでシール。もう最近ね、それでもいい、俺は、っていう風になりだしてて。なんかね、けったいなことしなく、けったいなことって言ったら、真面目にプラモやってる人に失礼ですけど、なんか、今の僕にとっては、プラモは道楽なので、完全に道楽なので、なんか、大変なことまでして作りたくない、じゃないですか。もちろん大変なことをして、大変だったで終わるんだったら、楽なことだけして、あ、楽に、あ、できたできた、あ、ちょうどいいじゃん、これで、次々って言って、次のキットを作ったりとか、する方に行った方が、俺には向いてるなっていうことが分かって、ぐいぐい作ってるんですよ。で、それで最初はパチ組でもいいやって思ってたわけ。ね。歌プラは。パチ組で。で、パチ組でワン、ツー作った三つ目でもうジオラマが始まるでしょ？で、ちょっと塗装しようか。でもそれでこの間、あれですよ。もう、ファーストグレードのザック、塗装がいるって言ったじゃん、さっき。もう塗装してんだよ、これ。ね。大変なことが始まり出してる。で、いかん。これ大変になりすぎる。これいかんと思って、リセットって言った積みプラの、積みプラじゃないんだけど、ほったらかしてたゲッターを、まあ、ジオラマにしようっていうとこまでやったっていう経緯なんですよね。道楽ですから。道楽が道楽じゃないっていうのは俺はいかん。あ、これ良くないところなんですよ、僕の。凝り性だからね。例えば、プラモを作る。綺麗に作るんだったら、下地処理をして、きちんとエアブラシで塗装をして、ね。なんかいろいろ処理をしてみたいな、改造もしてとか、なんかそういうことするんですみたいなことをやってましたし、言ってましたよ。違うよ。あ、違くはないな。違くはないけど、別に良くない？なんか適当に作っても。別に売り物ってわけでもねえんだし。そこなんだよね。何かを作るっていう心の中に、誰かの期待に応えなきゃならないときは、それ絶対やんなきゃいけないこといっぱいあるからさ。それやるべきなんだよ。だから音楽家それやればいい。ね、最近はやってる。で、自分が道楽で作ってるやつに関しても、
いろんなことをした上で最高のものを音関係は作ろう。でも全部が全部その回路でやってたら俺死ぬと思う。まあ、だからね、僕にとっての道楽のこのプラモは、すごいものはすごい人たちのを見に行ってくださいね。僕のはしょうもないものをたくさん楽しく僕が作ってるだけなんで、微笑ましいだけのやつなんですよ。それでいい。はい。今週の歌プラは微笑ましく終わりましょう。来週もよろしく。はい。エンディングです。もう気がつけばあっという間の時間というか、今日短いね。お、今日15分くらいしか喋ってないじゃん。OK。たまには聞きやすい番組を心がけよう。ですね。今後のとりあえずラインナップとして、もう先に予告をしておくと、歌プラシリーズは砂の十字架、これも曲はできてます。それからゲッターロボできてます。シャーが来るできてます。きらめきのララできてます。できてる曲の方が多いです。プラモが手に入りません。もしくはプラモができてません。どっちかの理由でまだできてないので、とりあえず今砂の十字架に向けてプラモを頑張って制作中です。それは完成したら頑張って、皆さん動画見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、今週の告知、アニメータートークショーブレイブラバーズ主題歌ブレイブラバーズ、私の作った曲ですね、こちらの方は、現在も、通販そしてカラオケ配信、してます。各種サブスクでも楽曲が配信されてますので、そちらぜひお聴きください。そして僕の、アルバムですね、スーパーボイス対戦オリジナルサウンドトラックコンプリートベスト、私のファーストソロアルバムステップバイステップ、そして最新の、シングルとして鋼鉄の勇者などなど、出ておりますので、ぜひ皆さんそちらの方も、配信で聴いてください。そして私ヤマトリンが音響監修を務めましたラジオドラマワンチャンス全国版、こちらの方も絶賛発売中です。そして毎週土曜日更新でラジオミニオンパドックシーズン2、こちらも絶賛配信中。こちら YouTube それからSpotify かな、こちらの方でも配信中でございますが、なんとこちらの方私もメインパーソナリティの一人として出演しております。ぜひそちらの番組もお聞きください。当番組のメッセージは Twitter の DM コメント欄にてお寄せください。 Twitter フォロー、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。 See you next week. Bye bye.